お話でもいかがって顔ね。あなたって単純だからわからない方がおかしいわよ。何？わからない？それとも蒸し返すことで私を誘ってるとかかな？ま、あんまりいじめるのもどうかと思うし、今のは聞かなかったことにしてあげる。私は出された日に始めることにしてるわ。他にやっておきたい勉強が山ほどあるの。宿題に手間なんてかけてられないわ。当ててみれば？ブブー、残念でした。あら、ごめんなさい。あなたの一番好きな料理って何？はい、時間切れ。作ってあげようかななんて思ったけど、気まぐれタイム終了です。どうかした？急に黙ったりして。言いたいことがあるならはっきりどうぞ。そんなこと聞くの？まあ他の人とは区別して見てるかもね。嘘をついて私に何の得があるのよ。それより質問の意図を教えてくれる？言いなさい。鈍感。
仲良くなれるかどうかはあなた次第じゃないの？じゃあね。大丈夫？ちょっと付き合ってもらいたいんだけど。スタート地点よ。そうでもないはずなんだけど、うまく言葉が浮かばないのよね。ねえ、これ覚えてるでしょ？もう、私には必要ないと思うの。前に進むには邪魔なのよ。こんなものよりもっと大切なことがあるって分かってきたから、こうした方が言葉よりもシンプルだし。いいのよ、これで。私が伝えたいこと、あなたにはまだ分からないでしょ。でも、そのうちきっと、わかると思う。私のことを、もっと知ってくれたときにね。だからそれまで覚えておいて。ここが私の再出発点ってこと。ごめんね、時間取らせちゃって。それじゃ帰りましょうか。
楽しいことでもあった？いいタイミングね。ちょうど時間を持て余してたところなの。よかったらお話でもいかが？いい返事ね。それじゃあ少し時間をもらうわね。ストイックに努力する人って素敵だし、というのが一般論。私は特にどうとも思わないわ。スポーツに打ち込むことで育まれた人間としての魅力の方が大事だと思うし、あなたって面白い人よね。よそにはあまりいないタイプだと思う。うん。私のことはいいの。やっぱり面白い。新しい希望に胸が膨らむ季節だからとか。冗談。自分を取り囲む環境が大きく変化する季節だからよ。変化したては自分次第でどうとでも作り変えられるじゃない。興味のあるもの、あなたが聞いたんでしょ？この間のことでしょ。もう一度キスしてほしいとかでしょ。あばよくば
とかでしょう。バレバレなのよ、まったく。ああいうのは不意をつくから面白いの。自分からすればいいかしら。残念でした。でも遠くない未来にまたチャンスがあるかもね。それじゃあね。待ちません。